トニレーブボーカルのゆかです。どうもこんにちは、トニレーブボーカルのゆかです。今回は私ゆかが東大見市を、取材したいと思います。それでは今回はこちら、じゃん、スタンプラリーをしたいと思います。こちらの4つのスタンプを、全て集めたいと思います。さあ全て集められるか、今からスタンプを集めに行こうと思います。1つ目は、愛嬌の森です。はい、それではこれから愛嬌の森を紹介します。こんなに大きいコテージでバーベキューしたり、この中で宿泊できたりする、とってもいい場所です。今日ここ初めて来たんですけど、すごい綺麗で、また泊まりたいな、あのコテージとか泊まりたいなと思いました。じゃあ一つ目スタンプ押します。よいしょ。はい、一つ目押しました。はい、それでは続いて瞳美術館にやってまいりました。二つ目のスタンプゲットしたいと思います。それでは美術館の館長の岸本さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ここは2階と下に、はい、ていて、ね、ここがメインになるんですか。2層になってまして、はい、で基本的には民芸の美術館なんです。はい、民芸、はい、あの民芸というのは、はい、人がこう作った、はい、普段使う、はい、あの容器とか道具に、はい、あの美術というか芸術が宿るという運動が約100年ほど前にあって、はい、でそれの、はい、活動した方の、はい、まあ、美術館なんですよね。で一番メインが、はい、この階段を降りた地下のところに、はい、バーナード・リーチと、はい、英国の陶芸家を展示しています。はい、バーナード・リーチ、はい、このバーナード・リーチというのは、はい、人は唯一その日本の民芸運動の中の外国の人だったんです。はい、でもともと絵描きの人で、日本に来て陶芸を学んで、はい、で陶芸というものでその民芸運動の良さを、はい、まあ、広く世界に広めたいと。でまあ、西洋の文明というか文化と、はい、東洋の文化を、まあ、融合する、うん、ということで、はい、まあ、一生をそこに、はい、まあ、投じたわけですね。うん、東アジアの陶芸の良さと、はい、西洋の今まで持っていた 文明文化を融合さすということに、はい、まあ、人生をかけたわけですね。うん、今いますここは常設になります。はい、バーナード・リーチというメインなので、はい、あの入れ替えについては一部少しずつ変化をしています。はい、でまたあの併設でですね、あの、まあ、美術を楽しんでもらうということと、やっぱり地域のものも食べて飲んでいただきたいということで、はい、あのこれも民芸と同じ考え方で、全て手作りのパンとワインの、はい、お店も美術館の隣にある。それの名前は、はい、美術館は瞳美術館ですけども、はい、ワイナリーの方は瞳ワイナリーで、パンは、パンの、あの、匠瞳工房ということで、はい、あのパンとワインをやってます。美術館で楽しんだ後はパンとワイン、または、コーヒーを飲んでゆっくりしていただくという施設を兼ね備えてますので、はい、ぜひお越しください。はい、ということで瞳美術館でした。ということで、
スタンプ2つ目押したいと思います。押します。よいしょ。はい、押しました。2つ目ゲットです。はい、それでは新年明けましておめでとうございます。ということで、万葉の森舟岡山へやってまいりました。それではここで3つ目のスタンプ、ゲットしたいと思います。さあ3つ目のスタンプゲットできるかな。さあ登っているんですけど、結構険しいです、この階段。よいしょ。さあもうちょっとで到着です。見えてきました。こちらの大きな石板には、ぬかたの大君と大天の巫女が交わした草文歌が、はめ込まれています。こちらにはガモーノでの遊漁の様子がこの大きなレリーフに描かれています。それでは今から3つ目のスタンプ押したいと思います。3つ目ゲットしました。はい、こちらは大凧会館へやってまいりました。テレビで見てすっごい行きたかったんで、もうめっちゃ楽しみです。はい、それでは館内へ入ってまいりました。それでは大凧会館の鳥居さんにご説明をしていただきます。はい、よろしくお願いします。1月3日から、今年の干支である馬ですね、はい、馬の絵が描かれた全国の凧を、48作品展示する、馬の干支凧とお正月遊びというのが、現在開催中です。はい、で後ろの方に馬の凧の描かれている展示があるんですけども、はい、北の方は、北海道から、西の方は長崎まで、はい、タコの職人さんとか、はい、あと、タコで好きでたまらないタコの愛好家さんの皆さんが、はい、馬という今年の干支の馬を、どのように表現しようかなということで、描いていただいたものばっかり で例えば、こちらにあるようにこう、はい、馬のいわゆる郷土玩具、はい、いろんなこう地方に馬を取り出したこれも郷土玩具ですけども、玩具もあるんですけども、そのような馬を表したりとか、はい、あとタコの絵としてはこう武者絵がものすごく多いんですけども、武者絵ですので馬に乗ったりしますので、はい、そういう武者絵の中にこう馬が入ってあったりとか、はい、あと、全体的に見ていただいてやっぱり赤が多いですよね。そうですね、はい、おめでたいという感じが出てますので、はいはい、でこの48点展示している中で一番見ていただきたいタコがこちらのタコになるんです。はい、こちら、はい、こちらのタコになるんです。はい、こちらのタコは、ここの東近江の大凧なんですけれども、恒例になってるんですけども、はい、毎年その年の新成人を祝いして、はい、20畳のタコをあげる成人式のお祝いのタコ揚げがありまして、はい、で今年は1月12日にあります。はい、でその時の絵柄がこちらになるんですね。で実際にあげるタコは畳20畳です。20畳、はい、で20畳というのはだいたい縦横6メーター四方ぐらいの大きさがあるんですけれども、はい、でその小さくした2畳のタコを展示しているんです。はい、でここのタコというのは必ず下に文字が入ります。はい、この東近江の大凧の絵柄の特徴として、はい、必ず下に文字が入ります。はい、で上の方に動物を描きます。はい、あとこう周りに絵柄があるんですけども、はい、このタコの場合でしたら今年の干支である馬、白馬ですね、はい、馬、天馬ですね、描いてます。で癌という字ですね、はい、で右と左に千字札に数字の3と7と定に点々って書いてるんですね。でこれを全て組み合わせて、はい、何かこうタコをあげる時の、お祝いの言葉とか願いの言葉が表されてるんですね。はい、で二十歳の人たちのお祝いであげますので、はい、二十歳の人たちへの何かこうメッセージなんですけども、3は
ヒーフーミーのミーですね、はい、ナーですね、はい、二点手ですので、これミナーでって言うんです。おミナーで、ミナーで、でガンバ、あ馬はバですよね、はい、ミナーで頑張ろうということで、まあ、新成人の皆さんも頑張ってほしいんですけども、はい、まあ、私たちもそうなんですけども、まあ、いろんなことに頑張りましょうということで、はい、1月12日のお昼13時頃にあげるタコの絵柄ですので、はいはい、まあ、これをまあ一番皆さんに見ていただきたいタコにはなりますので、はい、これ大きいですね、はい、こちらがあの東近江大凧の、まあ、畳100畳敷きの大凧で、はい、まあ、江戸時代からずっと揚げている凧の、はい、まあ、揚げている大きさになるんですね。で、先ほど言った成人式の畳20畳というのは、はい、まだ小さい方の凧になってきまして、はい、まあ、100畳を揚げている、毎年揚げているんですけども、はい、100畳の大凧揚げは毎年5月の最後の日曜日に、はい、東近江大凧祭りというのがありまして、はい、で去年から琵琶湖近くの東近江市のふれあい運動公園という、まあ、琵琶湖近くの公園で凧揚げをしているんですけども、はい、そこの方で5月の最後の日曜日に揚げている凧がこちらになるんです。で、タコ自体は100畳の大凧は毎年揚げてるんですけども、はい、タコ自体は3年に1回の作り替えになってまして、はい、ちょうど昨年3年目が終わりましたので、終わったタコを今展示してまして、はい、で今年の、東近江大凧祭りはまた新しい100畳のタコが上がります、はい、こちらが今年上がるタコの絵柄の、まあ、原画ですね、はい、でこれを元に描いたんですけども、でこの字は、つながるというのですね、はい、つながる、でつばめという字を他の読み方があるの、これ難しいんですけども、はい、縁って読むのね、縁美服の縁、はい、で縁というのを人と人との出会いの縁に変えまして、はい、縁がこう向かい合ってますので、はい、縁あってつながると、縁あってつながる、で触れ合いをテーマにしてるんですけども、はい、まあ、人と人との出会いというのはやっぱり縁のものがありますので、はい、そこからつなげていって、はい、まあ、触れ合いというか、その例えば絆になったりとか、はい、支え合いになったりとか、まあ、つなげていくということになりますので、はい、縁あってつながるという絵柄で、はい、まあ、この意味で今年から3年間あげるということになりますので、はいはい、初費用になりますので、今年ぜひ、はい、タコ揚げに来てください、はい、では今やってます、はい、馬の干支だことお正月遊びということで、はい、お正月遊びといえば、まあ、たこ揚げとか、はい、駒回しとかありますけども、はい、10種類ほど体験できるようになってますので、はい、まあ、1つけん玉がありますので、はい、ちょっと挑戦していただきましょうか。あ、はい、挑戦します。まあ、一番大きな皿に乗せてください、まず。はい、わかりました、はい、私けん玉あんまりしたことがないんですけど、ちょっと挑戦したいと。あ、お願いします。ここに乗せたらいいんですよね。はい、おお、すごい、はい、すごい、はい、できるかな。じゃあ私も挑戦したいと思います。いきます。難しい。こう、まっすぐ、まっすぐ、すごい難しい、ね、あ、惜しい、はい、ちょっと、あ、もしかしたらこっちの方がやりやすいかも。 あ、できました、できました、乗りました。イエイ、できたということで次に行きましょうか。はい。この状態で、はい、1、2でここでパッとこう離したら、それで回るところで、はい、ちょっとやってみますか、はい、ちょっと1、2でこれでもう回る。おお、1、2、うん、2で離したら引かなくていいですので、はい、それで回ると思います。はい、ちょっとそれでは挑戦したいと思います。え、これはこうでいいですよね。はい、そうです、はい、そうです。これで1、2で、はい、はい、それでは回したいと思います。せーので、1、2。すいません。いきます。1、2、3、4、5、6、8、10、12、13、14、15、16、あー、16回続きました、はい、そしたら、はい、タコ作りということで、最後半分に、大向けに半分にやっていただきます。はい、タコ作りに挑戦したいと思います。まず半分に、はい、真ん中のとこ線切ります。うまい、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 はい、そしたら糸を取り付けるので、はい、このこうですね、竹の方こういうふうにこう出てくるんですね。はい、でこの裏見てもらったら分かるんですけど、ね、このこういうふうにこうやって止めるんです。あ、はい、この切れ込みで、これでここに貼ってもらいます。これとテープのまま床にテーブルに置いてください。あります、はい、このままで見てますので、はい、で最後ここにちょっとこう胸張るようにこうしなきゃならないので、はい、これはこんな感じで、はい、ね、
で次に最後にここに尻尾取り付けたいのでここに糊つけて、はい、これをつけます、はいはい、これで完成なんですけども、はい、まあ、あの戦地戦線するような感じ で、はい、でこういうふうにこう歩くとこう多分おお。タコが上がっております。こういうふうに上がっております、歩行タコというふうに歩いてあげるタコです、はいはい、こういうタコ時の体験ができます、はい、これで出来上がりです、はい、おでおし一ついきますあ2回もあるということでちょっと2階を覗いてみようと思います。こんな大きな大凧が揚げられている様子が示されています。すごい、すっごいリアルなトンボがいます。日本のタコ展示室に入ってみようと思います。こっちも見てください。こんなにぎっしり、こっちもすごい可愛いです。蝶々、すごいいろんな形があって面白いです。鎧だこ、これどうなるんやろ、飛ばしたらこの鎧が飛んでるみたいになるんですかね。すごい、これはすごいですね。私はこれ一番飛ばしたいです。それでは大凧会館に来たということで4つ目のスタンプゲットしたいと思います。せーの、はい、4つ目のスタンプゲットしました。これで4つ揃いました。東近江スタンプラリーということでスタンプ4つ無事に集まりました。この東近江スタンプラリーを通じて東近江のいいところすっごいたくさん知ることができました。ということで、私が所属するトニーレイブというバンド、滋賀県を拠点にいろんなところで活動しています。ホームページもあるので、よかったらチェックしてください。それでは皆さん、さよなら。